バイオリニストあるあるお出かけ編。あかん、今日楽器弾くから。楽器を弾く日は襟元に気を使う。楽器がある日はドアに挟まりがち。駅の自動改札機を通るときも右に同じ。電車ではドア脇のスペースを確保して楽器を収める。カフェの座席は楽器を置くスペースがあるかどうかで選ぶ。店内 BGM のクラシック音楽が気になる。特にシンフォニー、弦楽四重奏、バイオリンソナタ、バイオリンコンチェルトなどは落ち着かない。